これ OFP のね新しく買ったエリーマキーシャッド 2.3 インチね、これ試してみたいと思います。ちょうどね泳いでるベイトフィッシュの大きさがこんなもんなんでスコーンと吸い込んでくれるんじゃないかなっていうことで、じゃあ試してみます。はい、エリーマキーシャッドの 2.3 インチこれがねどんな感じか試してみたくて持ってきてみました。なんかねたまにボイルしてる魚も見かけてローライトでなんかこういう系効きそうだなという容器なんで、で、タックルはね PE ラインに今日今はねリーダーつけないで直結でね結んでいて、とりあえずこの襟巻き部でピクピクさせるというコンセプトでこういう通し刺しでまずやってみます。どうかな。ピ。ああちっちゃい割にやっぱあの襟巻き部がすごい抵抗になって見た目以上にすんごい引き抵抗がある。ただ巻きでも良さそうだけど。この襟巻きでピクピクさせる感じで、おお、水中に入れても面白そうなんだけど、ちょっとトップウォーター使いで、まあ今はねスポーニングも終わってアフターな感じの時期だから、これピクピク系とかってすごい効くわタイミングだと思うんだよな。水面までガバーって食うぐらい元気なバスがいればちょっと流れ早い。もうちょっと静かな止水域みたいなところですごい定点保持をしてくれる、まあ、まず持って間違いなくボイルにスコンって入れたら一撃だろうね。なかなかそんな時間帯的にボイルはしないだろうけど、ルアーが小型だからある程度バスが見えた状態で勝負を仕掛けたいけど、今日見えバスがいないんだよな。あとこの泡でちょっと見えない、うん、いる体でどんどんいそうなとこに投げて誘ってみるかな。あーちょっと竿がこれ野良ネズミをやる竿なんですけどちょっと強すぎるかな。うん、もうちょっと穂先柔らかいアクションの竿の方が雰囲気がいいかもしれない。結構繊細な竿でねちっこくじっとり誘う方がいい誘いの波紋が出そうですね。エリーマキシャット、おあれボイルでしょボイルでしょボイルでしょ、んだこれうえうえうえエリーマキークエクエクエク、お早巻き、やべ、あれボイルだろ。エリマキシャット。お、出た。襟巻きに出ましたよ。
襟巻き。よいしょー。お、あ、やばいやばい。やばいやばい。襟巻きのピクピクアクションに食いましたよ。ワームね、外れちゃったけど。ねえ、いい感じでしょぼーっと吸い込んでくれました。このね、襟巻きに水を受けさせて、ちょん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 、じゃあ逃してあげまーす。はいはい、ありがとうね。おぉ。ちょっとね、他のミエバスもいたんで、今もったいなかったんですけど。なんかバスが追っかけてきてくれてんだろうなっていう体でちょん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 やってたら、こんな感じでボディーウォーターという流れの流進のところフラフラしてる回遊バス吸い込んでくれないかな、ちょんちょんでしたね。血の岩盤の際とかいそうだよね。あ、出た。あ、ちっちゃい。チュピって食ったけど。岩盤の際だな。P ラインでやっぱ飛距離を出して岸際にしっかり入れて浮いたの確認したら、チュ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 。うん。こんな感じでいいんだと思う。浮かべとくだけで尻尾とかね、襟巻きとかいろんなところがアピールしてくれて勝手に超釣れそうな波動を出してくれる。このアフターのピクピクとかがいいシーズンに絶対この系は効くよね。ちっちゃいから岸際に入れいると仮定してしっかり岸際に入れないと。スクールバスがね超うろうろしてるタイミングだったらいいんだけど、そんなにミエバスが確認できないから。ああ、でやっぱこれ接着剤で止めた方がストレスなくできるな。おー、出た。あーしゃ、あー気持ちいい。あー出方だったけどバレた。お、出た。あー出たよ。いるんだね。吸い込んじゃえよ。お、出た。わー、よし、やり直し成功。よいしょ。あー、いっぱいいた、いっぱいいた、いっぱいいたけど、あー、襟、おー、食った。襟巻き、襟巻きヒット。岸際にそーっと入れたら食ったね。よいしょ。いや、あれ、ルアー飛ばされちゃい。よいしょ。襟巻きシャッドを静かめに入れたらね、消し込みましたよ。イエーイ、バスか。あれ、ルアー飛ばされちゃったか。見えないな。岸際に静かに入れて、静かに襟巻き部分使ってピクピク波動を出したら、釣
トリスターパッケージが完成度が高すぎて取り出しづらいんですけど、はいはい、頭からの縫い出しでしたね。ちょっと今何匹か釣って弱っちゃってて飛んじゃったんですけど、この頭の先端から顎に縫い出し、まだ釣れるでしょう。